ホールで始まりましたおじちチャンネルです。さあ、ではでは藤川店さんですね、共通テストの申し込みに行ったということで、そちら見ていきたいと思うんですけども、まあ出願のね最後の日ですよ。そこので決心有効なんで、その締め切り日の日に申し込みに行ってると。はい、もう本当にもうそんなんダメだろって思うんですけどね。受験生として失格ですけど。まあ、とにかくね、いろんなこと言ってたんですけど、記憶がごちゃごちゃみたいで、言ってることと全然違ったんで、まあ学校からね、届かなかった書類が。で、その書類が届かなかったから、できんかったと言ってるわけですよ、申し込みがね。で、学校に連絡したらね、送りますって言ってたけど、送られてこなかった。って言ってるのがてんちゃんのやつだったんですが、その嘘がめくれていくというか、犯人藤川てんみたいな感じですけど、はい、共通テスト申し込みから逃げようとしたてんちゃんの、はい、ドキュメンタリーでございます。はい、ですね。まあ、とにかく、まずは、ちゃんと申し込みさせるということで、松原さんがね、朝から迎えに行くというとこからです。今から天之助を迎えに行きます。高級車がもったいないわ。シートベルトを着用してください。あ、やってきましたね。来ました。やってきましたね。おはよう。とぼけた顔してんな。ええー、さませ。中入って。はい、はいはい。寝起きでしょ。すいません、ごめんなさい。ね。すいません。はい、おはようございます。おはようございます。共通テストへの意気込みを。勉強途中ではあるんですけど、力出し切りたいと思います。いやいや、おはようございます。声が元気ない、起きたばっかの声ですが、よろしくお願いします。結論から申し上げてよろしいでしょうか。結論から申し上げてください。今、天之助も横にいますので。まず、はい、木曜日に速達で送りますっていう回答をもらいましたって、天ちゃんが聞いてたんですけど、はいはい。そのような回答はしていませんと。なるほど。学校はしてないと。で、まあ、結論は、今日は取り行けるかいかないかっていう、それが結論だと思うんですけど。今日取り行けるかいけないかっていうのは、はい、夕方ぐらいであれば間に合わせることは可能です。もう無理じゃないですか。だって、今から岐阜へ行って、15時までに銀行に支払わなきゃいけないわけだし。うん、なのでそれは無理ですね。ああ、じゃあ。結論無理です。うん、それは結論ですよね。で、はい。で、細かい行きたとどうぞ。寝てないんで、もうボケてますけど、ちょっとじゃあ、はいはい、いいですか。あ、どうぞどうぞ、いいですよ。先ほど言ったように、木曜日にその速達を送りますっていうような回答はしてません。ああ、まあでも学校のあるあるではさ、担当者が違って、はい、まあ A さん言ったけど B さん言ってないとか、はい、共有されてない可能性もあるから、まあでも、とにかく学校としては送ってないってこと？そうですね。もうそもそも送ってない。なるほど。で、うん、じゃあその、書類、申請自体は通ってますかって聞いて、うん、それは、まあ通ってますと。10月1日に、てんちゃんからの申請書類届いて、それは受け取ってます。なんで学校送ってくれないんですか？そう、なんで送らないんですかって聞いたら、うん、必要書類に不備があったと。うん、で、具体的には、本人確認用書類と、返信用封筒と、切って、うんうん、この3つが足りてなかったので、おお。まあ、受け取った10月1日に、まず、てんちゃん本人に。電話した。電話したんだけど、繋がらなかったと。なるほど。で、翌日10月2日にも電話したけど、また繋がらなかったと。ああ。で、10月3日木曜日に電話して、じゃあ、てんちゃんから折り返しがあって、うん。で、その際に、その3つの足らなかった処理を今日中に速達で送ってくれたら、まあ、もしかしたら月曜日に間に合わせることはできるかもしれないとお伝えしました。とのことです。でもね、なんか昨日記憶が曖昧って言ってたもんね。はい、なのでその速達っていうワードはこっちが送りますじゃなくて、あなたが速達で送ってくれたら間に合うかもしれないよっていう話だったらしいです。どうなってんだよ。でこれ岐阜行ってから気づかなくてよかったね。まあそうですね、今日行ったところで結局間に合わないし、全部終わってくる、ね、だから直接渡すんじゃなくて普通にまた送ってもらいたいということであれば、うん、その3つ、本人確認用書類と切手と返信用封筒を改めて高校側に送ってくれたら送り返しますよ、はい、なるほどね。あ、はい、もうそこちょっと河合先生の方でサポートしてあげてください。多分そういう事務手続きとかなんか苦手そうだけど、わざとじゃないのが。いや、わざとじゃないね。事務ミス。サポートはもちろんしますけど、本人確認用処理もいるんで、まあ遠隔でのサポートになりますけど。うん、まあそうよね。
まあ、それはさすがにできると思うんで、はい、マイナンバーカードとか持ってるんだよね。はい、うん、おはようございました。森田先生に LINE で報告しますけど、これから。あ、じゃあお願いします。じゃあ一旦は僕らじゃあ銀行に行って、あとやっぱり書類見たら、はい、ポストに投函してはダメな形のその郵便局の受付に行かないといけないので、まあ、少なくとも、はい、郵送手続きだったら17時まで大丈夫と思うので多分問題ないと思うんで、ちょっと進めていきます。はい、わかりました。お願いします。はい、はい、ありがとう。ということだよ、てんちゃん。領収書あるんだろうけどね。領収書あるの。何が足りてないかっていうと、てんちゃん側が返信封筒と切手と、あと個人情報、本人確認処理がなかったらしいね、高校で。速達で送りますねっていうのは、送らないといけないのがあなたでは学校じゃなかったと。じゃないよ。みんなもう、大人3人こき使いやがって。いいですよ。はい。で、ここの段階だと、ただ、てんちゃんが嘘ついてるだけですね。ね、書類送ったって言ってたのに、送ってないじゃないかって言って、でもてんちゃんは書類送ったって言ってたじゃないですか。で、実はですね、この後わかるんですよ。この後、この日、月曜日ですね。月曜日に学校に書類が届くんですよ。てんちゃんからの書類が。だから3つ送ってなかったわけじゃないですか、てんちゃんは。書類不備で送ってたわけ。もうそれ自体がもうありえないんだけどね。本当にちゃんとチェックしたのに。で、わざと抜いてたんじゃないかって思うようなやつなんですけど。で、学校から電話を受け取って、その後、この3つ送ってるんですよ、実は。速達で。金曜日にね。で、金曜日だっけ木曜日忘れちゃったけど、そうそう、折り返しで電話してね。てんちゃん、そもそも電話出ろよ学校からの不備。ね、そうそう、出なくて、その後折り返し電話をして、ここを全部隠して、僕ら言ってなかったんで。で、書類が足りませんよって言われて、その書類を送ってたんですよ、実は。なぜ隠したそのことを。ね、2回目で送ってるんですよ。そう、だから2回送ってたことを僕らに黙ってたから、でもわけわかんない。学校の方もわけわかんないんですよ。で、だから不備の書類はその後学校に届きました。で、学校に届いたんで月曜日に送りました、学校は。そうです。なんで卒業証明書は月曜日に学校からてんちゃんに送られました。しかし当然月曜日にはもう申し込みを済ませなきゃいけないんで、なので書類不備のまま申し込みました。書類不備だと後々連絡が来てね、それで書類足りませんよってなるので、でそこで送ればなんとかなる、まあ可能性があるのということで、銀行郵便局に行くことにしました。はい。で、まあ最悪岐阜まで行っててもギリ郵便局間に合った可能性はあるんですけどね、5時。ただ銀行は絶対間に合わない。どっちにしろもう間に合わないんで、なんでまあ銀行3時までで終わっちゃいますかね。日本って本当に3時に銀行が終わるっていう、もうとてつもなく悲しい。普通に仕事してる人たちどうすんだよって思うんですけど。はい、続きいきましょう。どうなってんねん、こんにちは。今どこに来るかというと銀行ですね。昨日は寝ましたか。昨日ははい寝ました。よかったですね、寝れて。僕寝れなかったですよ。早く起きなきゃと思って。すいません。早く起きないと遅刻したらまずいなって思って。もうこれは受けてもらわないといけないかもね。共通テスト。だいぶ足取りがしっかりしてきたね。はい。ありがとうございました。もうふざけんなよって、何のために送ったんだよってね、送金したのにさ、前日に。どうなっとんのじゃ。まあ、ここ結構一悶着あったみたいで、まあ、とりあえずできた。一悶着ありましたとしか連絡が来てないんで、どうやって解決したか。わかりました。はい、大垣がもらったやないか。はい、手続きはスムーズでしたか。どこがやねどこがやね、何うんって言おうとしてるの。ほんまに準備不足すぎるやろ。びっくりした。もう手がかかるな。じゃあ次はどこに行きます。郵便局。そうですね。はい、じゃあ行きましょう。着きましたね。はい、じゃあ続いていきましょう。手続き終わりましたか。じゃあ意気込みを教えてください。何を。じゃあ飯食いきますか。お疲れ様でした。お疲れ様ですね。今日どうでした、朝から一連の流れは。申し訳なさでいっぱいです。申し訳なさを噛み締めて
食べたまえ。はい、じゃあとりあえず今日のミッション終わりましたんで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。森田先生ごめんなさい。あ、森田先生ごめんなさい。僕から言わされて言ってるわけじゃない。いや本当かよ。ちゃんと頑張っていかないとダメですよ。はい、はい、じゃあ今日はそんなところで。なんだこのドキュメンタリーは。ということで、まあ書類不備だけどとりあえず申し込んだということです。この後、まあ、もうね、学校からは届いてると思いますから、どのように書類不備のやつを送るのか。なんか書類不備のやつ送んなさそう。はい、ということでございました。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。